はい、皆さんこんにちは、吉田成正です。はい、いつも動画を見ていただいてね、ありがとうございます。はい、今日のですね、今日思ったことはですね、好き嫌いがですね、はっきりしている人に好かれるっていうのはいいことだというね、ことですね。はい。ですね、私の会社で、私よくですね、ですからね、愚痴とかですね、相談事とか、特に愚痴ですね。昨日なんかちょっと話取れちゃうんですけど、相談事っていうかですね、ちょっと悩みがありますみたいな方、悩みがあるというかね、仕事でちょっとね、失敗したんですよね、その彼がね。で、ちょっと電話したいんですけど、ということでね。ただ、昨日英会話だったもんで、ちょっと英会話が終わるのがね、ちょっと遅いですよって話をね、させていただいて、何時に終わりますかっていうんで ね、だいたい何時頃ということで、その時間が結構遅かったんでね、その後ね、メールが来ましてですね、メールをね、答えたりして、その返信キャッチボールをね、食事をしながらメールのキャッチボールしてましたけども、それはね、愚痴ではなくて、相談というかそういう形でした。はい。で、愚痴とかですね、そういうことを言ってくる方が非常に多いですね。いろんな方がですね、愚痴を言ってきます。それは、例えば A さんは、私の愚痴じゃなくて、その、B さんの愚痴。で、C さんは D さんの愚痴ということでね、いろんな方がですね、言ってくるんですけども、大体ですね、話聞いてみると、あいつが嫌いっていうね、話ですよね。はい。で、ものすごいですね。親しくさせていただいている方何人かいるんですけどね、仕事の中で。本当に愚痴が多い方がいらっしゃいます。はい。大体ですね、話聞くとね、そうだよねっていう話も多いんですけどもね、大体その、仕事のことですよね。要は仕事のことで、仕事ができない人間がいると。だから A さんがね、そうだ、A さんとか S さんですよ。S さんが、私にですね、もう、とにかく、どこどこの、B は、こう仕事ができないと。この間こうで困ったと。ね。C は、こんなこと言いやがると。お前だってどうなんだって、できてんのか仕事はっていうことで、そんなこと言うんでよっていうことをね、言ってくれると。ね。で、そういうの聞いてると、だから、で、言ったんですよ、僕、S さんに。S さんも本当好き嫌いはっきりしてますからね、って言って。そしたらもう、俺は、もう嫌いな奴は大嫌いだって、いうようなことね、おっしゃってましたけども。そういう、嫌いな奴は大嫌い、好きな奴は好きっていう、はっきりしてる人に好かれる。好かれてるかわかんないですけど、よくね、メールとか電話いただいたりとかですね。今度の、夕方の会議まで時間あるからマック寄らないって言っていただいてご馳走になったりとかね。嬉しいですよね。本当に、誰でもですね、八方美人じゃないですけど、あなたのことも好きです。C さんのことも D さんの好きです。僕は嫌いな人はいませんよ、僕は。っていうような人に、例えば好かれても、それはそれで嬉しいんですけど、それよりはですね、あいつは大嫌い。俺ははっきりしてると。はっきりしてると。いう人にですね、好かれてですね、よくしていただくっていうのは、本当にね、僕としては嬉しいことですよね。と思っております。で、なんでそう、ね、言っていただけるのかなって思った時にですね、僕もね、偉そうにする人は大嫌いですし、僕は偉そうにしてないっていうかね、腰が低くというか、そうした、させていただいてるっていうのもね、理由の一つかなとは思うんですけれども、あとはですね、やっぱ仕事を一生懸命やることですね。やっぱりね、吉田君だったら安心だとかですね、言っていただいたりもよくするんですよね。はい。また別のですね、F さんという人もですね、これまた個性的な人です。本当にね、S さん、F さんね、S さん以上にですね、好き嫌いがはっきりしている方がいらっしゃるんですけども、その人もですね、僕が、ね、いると、安心だっていうことでね、言っていただいたりとか、あとはその日の仕事のですね、組み立て方、あるじゃないですか。で、F さんがですね、リーダー的な感じでやってくれてるときはですね、今日どうしますかっていうことを聞くとですね、もちろん F さんと、あとは僕ね、僕が中心になってやるしかないじゃんっていうふうにね、言っていただいたこともありましたね。嬉しかったですね。で、なんか飲むなんてね、めったにおごらない F さんがですね、おごっていただいたりしてですね、すいません、ありがとうございます、なんてね、
いただいたりなんかしてですね、お茶とかをね、はい。なんかね、うん、嬉しい限りでございます。やっぱりだから仕事を一生懸命やってればですね、認めていただいて、やっぱりね、やっぱりね、なんていうかな、仕事を、できる人、できない人、いたときに、やっぱりね、一生懸命やってできている人の方がですね、みんなは一緒にやりたいんですよね、仕事をね。で、そうじゃないと、何が嫌だかっつったら、そのできない人の分まで補わなきゃいけないですよね、自分がね。その人の分までやらなきゃいけない。で、みんなはですね、なんで同じ給料なのに、そいつの分のフォローまでしなきゃいけないんだって思ったりするんですよね。まあもちろん中には思わないでね、心よくやってくださる方もいるんですけど、そういう人が少ない中ですね、仕事を一生懸命やってできるとですね、やっぱりね、認めていただけるっていうのがね、一つあるのかな、なんていうふうにね、思いますね。まあ、それだけが理由じゃないと思いますけども、本当に好き嫌いの発揮している方からですね、好かれるというのは、これはまたね、自慢なのかな、なんていうふうにね、思いますね。はい。ということで、今日ですね、今日思ったことはですね、本当に、好き嫌いがはっきりしている方、そういう方から、好かれるのは非常に、素晴らしいことじゃないかというふうな、ことを思いまして、お話しさせていただきました。はい。ということで、皆さんも、お仕事、勉強、いろいろ頑張ってください。ありがとうございます。